じゃあこんにちは。豊さん、はい、いやニュースで見てびっくりしたんですけど、うん、阪神がここに来て、リストラする選手どんどん発表してるじゃないですか。まあ、それもベテランな。そうなんですよ、うん、まず驚いたのは能見投手退団で、福留選手も退団じゃないか、もう退団決まったのかな。福留も退団だ。退団決まった。あとボーア帰っちゃった。もう急にリストラで、うん、どうしたんだろうっていう。まあでもさ、はい、森内を驚くかもわかんないけど、はい、俺ら6人大量解雇だったから。あ、そうだ。俺屋敷とか山崎とか、あれはまあ、あのその駒田さんもなんだよそれ、もうそれは仕方ないだろって言い方するじゃないの。駒田さんもだろ、資金。そうそうそう、まあ、でもいわゆるあの球団側がその資金の面でそうしたっていうことですね。そうなんだよな。だから、うん、コロナで、はい、まあ、資金面が非常に苦しくなってる、はい、まあ、ある球団に聞いたらさ、うん、3分の1減ったと、うん、あ、収入がですか。収入がで、その収入が減って選手の給料は、うん、その収入分の何パーセントに当たるんだって言ったら、うん、やっぱ 30% です。大きい。だから払えないんだよ、本当は、はい、その分赤字になってるっていう、はい、他はなんとかできてるけど、うん、やっぱお金にしたら2、30億って言ってた。そんなですか。赤字が出てる今年、はい、各球団そうじゃないですかって言ってるんだよ。やっぱね、お客さんが入らない、はい、前にならないっていうことはそういうことなんだよね。ってなると、うん、その例えばちょっと若手で、あ、もう可能性ないなって思った選手を切るというよりかは、ベテランの給料の高い選手をいきなりカットしてしまうと、うん、いや、それはもう負担になるじゃない、球団の。その年俸落とすとか翌年もそういうわけでもなく、うん、だからそれだったらさ、うん、若手を何人か何人も抱えた方が可能性が出てくる。これはさ、はい、森口はその功績とか情の部分で俺は話してると思うけど、うん、やっぱりこう1年のその働きを状況を見るとさ、はい、仕方ない部分があるよね。じゃあまず数字を残してないっていうこと。まず能見投手、能見もファームにファーム暮らしになる時もあったし、うん、だからなかなか投げれる状況ではなかった、うん、だから能見の代わりに岩佐だとかさ、はい、岩崎だとかさ、はい、そういう選手っていうのを頭角を現して中継ぎで結果も残してる、うん、そうなってくると能見の居場所がいらない、なくなってる。その能見投手のその年俸に対してのその働き方がその釣り合い取れてないっていう。取れてないんだろうね、うん、だからそういう意味ではもう仕方ないし、これはコロナの影響もかなりあると思う。そうですよね。あで、福留選手は、福留はやっぱ数字が1割だね、はい、ホームラン1本かな。で、やっぱ働けない、うん、だからそれはもうしょうがないよね、年俸が高いし。そうですよね。でも、はい、福留は俺使えると思うしね。あのね、いやもう代打で福留を置いといたら相手は怖いよ。阪神はそういう代打で起用しようとかはないんですか。ないんだろうね。だからそれを若手にチャンスをあげたいって思ってるんだ。だから球団の考え方一つなんだよ、まあ、話し合って年俸ここまで下げるけどいてくれるかって、うん、その代わりもう代打専門職になるけどっていうような話し合いができないんだろうね。その球団の体質というか特色みたいな感じなんですか。いやもう選手に一目置いちゃってるというかさ、はい、まあ福留なんか特にあのメジャーから帰ってきて、うん、やっぱもう福留の方が大きくなっちゃってるんだよ。だから話にできないんだよ、もしかすると、うん、そりゃそうだよね。鳥谷が生え抜きであそこまで功績があるのに、うん、そういうことすら言えないんでしょ、はい、おそらく年俸下げるけど、お前阪神で頑張ってるし、うん、ね、代打として残ってくれないかっていうこともできないわけでしょ、うん、で相手も嫌だって言うわけでしょ、そういうこと。だからまあ話し方もそうだけど扱いもそうだし、うん、だからそこまであのコミュニケーションがちゃんと取れる人間がいないっていうことなんじゃないの。ああ、その球団の中ないねってことは、うん、それは分からないの、想像の域だから、うん、ただまあそういうことになってるんだろうなと思うよね。あとボーア選手ですよ、あれだけ年俸2億7000万ぐらいで取って、うん、もうあれですよ、バース最悪最悪だったどうしちゃったんですか。いやだからまあサンズっていうのが確かに勝負強いよね、はい、サンズの方が働いたかもわからないけど、
まあ、マルテが上がってくることによって野手が3人になる、ピッチャー3人置いてるよね、うん、阪神は、はい、だから1人削らなきゃいけない、うん、中でボアが落ちたということはさ、やっぱプライドだよね。で今この3選手挙げましたけど、じゃあこの3選手退団になったんですけれども、うん、じゃあ来季は引退するのか、それとも他の球団を、いや、俺は能見も使えると思う。能見投手が欲しいと言ってくるチームだったりで、どのあたりがヤクルトかな、あピッチャー、やっぱり左ピッチャーっていうのは重宝できるよ、うん、ワンポイントでも、はい、だから能見はまだ使える、うん、で福留はそれはスタートっていうのは非常に難しくなるかもわからない、今年スタートしてないからね、はい、だからなかなか守備についたりだとか、そういう体力面を考えるとできないかもわからないけど、代打で置いといたらバッティングの技術はピカイチだろう。中日に帰ってくるってことはないんですか？中日ってそういう功労者好きじゃないですか、元。まあ可能性はあるよね。であそこはやっぱベテランはあんまり切ろうとしないしね。そうです、そうです。だからそういう意味ではいいかもわからない。そうですよね、うん、そしてボーア選手はどこか他球団が手放したんだったら欲しいって言ってくる球団、うん、いやボーアは俺は来年が打つと思う、日本の野球に慣れてきたし、はい、で明るい性格だし、はい、ただ他に行ってまた環境を変えてまたそこで慣れるっていうのはすごくまた一からじゃない。そうですね、うん、ただ日本のピッチャーを数多く見てきたから、はい、だからそこら辺の順応性は多分来年使うとあると思うけどね。ということはセリーグの方がポーア選手にとってみればパリーグに行くよりも呼ばれるよりも慣れてるからいいってことですか？まあいい可能性は、どこのチームが欲しい？まあヤクルトなんかいいよね。いやヤクルトはやっぱ戦力的にもそうだけど、はい、やっぱ青木もいい年齢でしょ、はい、まあ、坂口も年齢的にはもう上の方、かなり上の方だし、はい、そうなってくるとやっぱボーアみたいな長距離を打てる選手、はい、でエスコバ取ってきたじゃん、はい、エスコバ1本だよ、まあ、ホームラン、はい、ほら助っ人って言えるか、まあまあまあ、まあ、ショートの守備力だってあの程度だったら日本人育てた方が早いんだよ。じゃあやっぱホームランなんだよ、外国人に求めるものって、はい、ね、はい、だからファーストボーア、うん、はい、でサードに村上、はい、これでいいんじゃない。おあ、じゃあもしかしたらヤクルト調査に入るかもしれないですね。そうだね、うん、ただ年俸もちょっと下げてくれないとヤクルト何本売ればいいんだって言われて。いやそうですよね、そうそう、やっぱ年俸が圧迫してるっていうことあるよね。そうですね、コロナの影響でね。だから、まあ、阪神がいち早くやったけど他の球団もそういう風な流れになってくると思う。うんうんうん、うん、やっぱ若手を使おうって、はい、年俸の安いってなってくると、各チームの年俸をもらってるベテラン選手っていうのがちょっと危ないよ。いや、数字を残してないと危ない危ない。何人かいるかもしれないですね。いや、いると思うよ、うん、危機感を持っといた方がいいよ。そうですよね、うん、これも最初から言ってることだけどね。言ってましたもんね、前の動画でもね、うん、だからこのコロナの影響で年俸の高いベテラン選手は危ないよって、うん、そうですね。じゃあちょっとね、皆さんのひいきにしてるチームの中で年俸の高いベテラン選手がいたらちょっと動向が今シーズンオフ気になりますね、うん、だから石原なんても石原とかさ、はい、広島の、うん、まだできると思うんだよね、うん、でも切られるよりは引退した方がいいっていう、はい、まあある程度ね、うん、お金もあるだろうし、はい、もう そこまでさ、うん、ね、お荷物になってもっていうのを考えると、はい、やっぱ球団に気持ちよく残るとか、うん、コーチでその後残れるとか、はい、そうするんだったら人生を考えた時には、うん、まあ一つの選択肢とするとね、うん、いいのかもわからないね。まあ俺はボロボロになってボロボロまでやってほしいっていうタイプだけど。あ、豊さんもそうなんですね。ただね、火種は少しぐらい残しておけっていうタイプ。火種、ね、あ、火種、ね、左じゃねえ。いや、左は重宝するって。いや、違うよ。最初なんか動揺してるんだな。いや、だから、はい、あの火種っていうのはさ、次へ向かう時の着火剤になるんだよね、はい、燃え上がるという、うん、ボロボロになって火種もなくなったらもう何もしたくないみたいな、うん、そういうことになってしまうと困るから、
まあ、火種だとかそういうものは少しのものは持っといてほしいなと思うけど、はい、そこまでボロボロになるまではやってほしくないけどないと思う。そうなんですね。まあ、引き際引退するのか、それとも他球団でやるのか。ああ、引き際って、男の引き際って大事だよ。そうなんです、ね、今、だら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 長くやるけどさ、うん、引き際っていうのは大事です。そうなんですね。ちょっとね、まあ、今シーズンオフ、注目の選手たち、ベテラン選手たちの動向もちょっと気にしつつ、見ていきましょう。はい。はい。